皆さんこんにちは。私は総務管理部職員山杉田と申します。私の方からは、職員採用試験等についてご説明をさせていただきたいと思います。それとあと本日の皆様お忙しい中、このような職員採用試験の方にご参加いただきまして大変ありがとうございます。少しでも採用試験について、分かりやすいような説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの説明にありましたように、宇部市が進むべき、道、取り組むべき、3つの柱というふうな説明がありました。当然、宇部市もですね、宇部市役所という組織がありますので、組織で仕事をしております。となりますと、その組織としてあるべき姿ですとか、組織を構成するのは、もう主には人が中心になりますので、そこで職員が、どういった職員であるべきかということが問題となってきます。宇部市ではですね、昨年平成26年12月に宇部市人材育成基本方針を策定いたしました。こちらの方針の中では、組織としてあるべき姿、職員としてあるべき姿の方が問われております。タイトル人材育成基本方針とありますけれども、人材の財がですね、ちょっと誤植じゃないかなと一瞬思われた方いらっしゃるかもしれません。それは誤植ではなくて、組織にとって人は宝なんだという認識のもとにですね、あえてこの漢字を使っております。人材育成基本方針というふうになっております。まず組織として、目指すべき、方向なんですけれども、自治体の使命は、住民福祉の向上と市政発展にあります。そういった大きな2つの目標を達成するために、宇部市としてあるべき姿というものがございます。組織として目指します組織像は、基礎自治体として自立、成長、発展する組織にさせていただいております。こちらも先ほどの説明にもいろいろありますように、これからだんだん地方自治体といいまして問題が山積する中で、地方自治体同士の政策を競い合うというふうな時代にもなってこようと思います。弟子としましては、組織自治体として自立成長発展する組織を目指しております。そして、その一方で、では職員はどうなのかと申しますと、目指すべき職員像としまして、宇部市の発展と市民福祉の向上のために全力で創造、改革、市民協働する職員というものを目指しています。市民協働では、市民の方と共になって、考え、事業を進めていくというようなことが挙げられますし、またチャレンジ精神を持って、自由に仕事に取り組んでいただくということがあります。また、高い倫理観をもとに、市民の方と一緒に仕事を進めていくというようなこともありますし、プロとしてのスキルを十分に発揮するということで、高いスキルも求められております。またこういった時代ですから、次世代感覚に敏感になる必要もあるかと思います。それではですね、今日の問題であります採用試験についてご説明させていただきます。今まさにちょうど募集中の職種なんですけれども、上級職としまして、民間企業等職務経験対象、こちら職種につきましては、行政が4人程度、土木が1人程度、電気が1人程度、園芸が1人程度、園芸を先に引き続きまして、今年度の募集もさせていただきます。そして保健師が1人程度というふうになっております。大学卒業程度といたしまして、行政が9人程度、土木が1人程度、建築が1人程度、そして電気が1人程度となっております。受験資格、主に年齢ですとかものもございますけれども、詳細につきましては受験案内ですとか市のホームページの方をご覧いただきますとご覧いただきます。採用職種続きまして、中級でございます。短大卒業程度というふうにさせていただいておりますが、保育士、そして保育栄養という職種を今考えております。
続きまして初級高校卒業程度ということで、行政ですね。それから身体障害者対象としましてこちらも行政というふうになっております。これらの職種につきましては今現在、募集の方をさせていただいておりませんが、募集予定にはございますので、詳しいことは広報で広報でもですね、8月号もしくは市の方のホームページでも8月1日掲載予定としておりますので、またこちらの方をご確認ください。はい、採用試験の気になるスケジュールの方なんですけれども、こちらは、上級と中級、初級身体障害者対象を合わせて説明をさせていただきます。はい、まず上級ですけれども、7月26日の日曜日に一次試験を実施いたします。中級、初級身体障害者対象につきましては、9月2日を今予定しております。一次試験を合格されますと、二次試験の方に進んでいただきます。こちらはそれぞれ前にあります通り8月下旬以降、そして10月下旬以降というふうにしております。それから、実は3次試験もありまして、3次試験9月下旬以降と11月中旬以降というふうに今のところ予定しております。3次試験に合格されますと、そこで採用というふうになります。VCでは3次試験まで実施しております。その理由もちょうど申しますけれども、やはり一番大きな要因、目的は人物重視というふうにさせていただいているからであります。ですので、二次試験、三次試験というふうに進めています。はい、では、試験内容の説明についてご説明いたします。上級試験ですけれども、一次試験につきましては、基礎能力試験、そして、技術試験、こちらは与えられたテーマについて、自分の考えで動いていただく、そういった内容を行っております。そして、一部職種につきましては、専門試験も実施いたします。前にありますように、土木、建築、電気、園芸、こちらの職種の方につきましては、専門知識を確認させていただくために、大学卒業程度の内容になっておりますが、専門試験の方も実施いたします。続きまして、二次試験です。個別面接を予定しております。そして三次試験ですが、個別面接プラスアルファということで、このプラスアルファの部分なんですが、今のところグループを作っていただいて、そのグループで何か作業を進めていただくというふうなことを考えております。いずれにしましても、先ほど申しましたように二次試験、三次試験と個別面接が入っております。これは、本当に人物重視を掲げている場合がありまして、皆さんのその部分を確認させていただきたいと考えております。中級、初級、身体障害者対象につきましては、先ほどの通り、8月の広報で、もしくは、ホームページの方でお願いします。続きまして勤務条件の方を説明させていただきます。勤務時間につきましては朝8時半から夕方の5時15分までを担当しております。休憩時間が12時から昼の1時まで。休日につきましては土曜日、日曜日、祝日、年末年始ですね。職場によって異なる場合がございます。例えば、市民課ですとか市民税課、そういった部署におきましては、市民の方の利便性向上のために夜間窓口を設けておりまして、毎週木曜日になりますけれども、こういった日には基本の8時半から17時15分ではなくて、10時15分から夜の7時ですね。こういった勤務をする職員もおります。休日土曜日、日曜日というのも基本なんですけれども、例えば図書館のように土曜日を開館している施設に配属された職員につきましては、月曜日と土曜日の方は、日曜日が休みというふうには全員しましても週休2日ということで、勤務条件もございます。
続きまして、給与関係の説明をさせていただきます。初任給ですけれども、平成27年4月に現在となりまして、上級職務経験年数3年の方につきましては、20万1800円。上級大学新卒の方につきましては、18万800円。中級短大新卒の方につきましては、16万700円。初級身体障害者対象の方につきましては、14万6500円というふうになっております。学部なんですけれども、職務経験等によりまして、一定の基準で合格がございます。まだ給与の方は原則年に1回昇給の方をいたします。続きまして、給与関係に手当ての説明をさせていただきます。こちらも、今年4月期現在の額になりますけれども、夏勤勉手当、いわゆるボーナスと呼ばれているものです。こちらは、1年間合わせの率になりますけれども、年間給料の月額 4.0 ヶ月分の支給がございます。それから、扶養手当、配偶者の方を扶養していらっしゃる場合には1万3000円、月額1万3000円というふうになります。住居手当、アパートにお住まいの方ですとか借家の方につきましても、いわゆる預金手当ですね、をかかりまして、最高額ですが、月に2万8000円ほど手当がございます。それから、通勤手当、お車等で、通勤される時につきましては、最高で、月額2万2100円というふうになっております。その他には、時間外勤務手当、いわゆる残業代ですけれども、こういった時間外手当の支援もございます。続きまして、勤務条件の休暇関係となります。まずは年次休暇、いわゆる年次休ですね。ご自分の用事のためとか、ご自分のために使っていただける年次休です。そして、病気休暇、職員本人が体調不良をなりましたら、こういった病気休暇ございますし、あと、家族の方が、同じく体調不良等になりましたら、介護休暇、という休暇もございます。そして、特別休暇としまして、ボランティア休暇ですとか、特に女性職員につきましては、産前休暇、産後休暇、こういったものが取り付けたというふうになっております。その他にも、一時休業がございまして、今現在、嬉しい職員もですね、男性職員、1人取得中です。女性のみならず、男性も取得することができます。はい、続きまして、主な勤務先ということで、説明させていただきます。その前にですね、今、うち職員何人ぐらいいるか、報道しますでしょうか。そうですね、前にスライドでございますように、職員数、1029人、平成27年4月期現在ですけれども、1000人ちょっとの職員があります。まずは、うち役所、本庁舎でございます。こちらに勤める職員が、最も多く、現在約660人の職員が本庁勤務となっております。続きまして、豊町庁舎、こちらには、宇治教育委員会が入っております。それから、北部総合支所、平成16年に楠木庁と合併いたしましたけれども、北部総合支所は旧楠木庁だった職員になっております。それから、今私たちがここにおります、保水ホールになります。保水ホールにつきましては、公園整備局という部署が入っておりまして、保水ホール、ここは大変小ですけれども、またすぐ近くに勤務室の方もございます。その他には、市民センターですとか保健センター、環境保全センター、こちらはゴミ処理の施設が集中しておりますけれども、あとは保育園などございます。保育士の方につきましては基本的には保育園勤務というふうになります。そして、当然、福祉役所に入所されると、いろんな部署に配属されるわけですけれども、そこで、人材育成の視点から、福祉ではさまざまな研修を用意しております。
まず1年目ですけれども、新規採用職員、年収期後期年収というものがございます。2年目から4年目の職員につきましては、若手職員1、2、3件、1部、2部、3部研修というものがございます。それから、5年目、7年目につきましては、中堅職員の1部、2部研修というものがございます。基本的には、最初の入省を守らない頃につきましては、公務員任意ですね、公務員がどうあるべきかとか、そういった公務員任意ですとか、福祉市役所は、サービス業です、行政サービスを行っておりますので、そういった市民の方と接する上で、気をつけなければならない点、そういった設備研修、そして、宇部市の財政状況というふうなのも学んでいきます。7年目あたりになりますと、中堅職員になってまいりますので、政策形成能力を養うような研修も出てまいります。また、こちら、画面上にはございませんが、係長ですとか課長、そういった職に、昇進した際にも、そのタイミングに合わせて、それぞれ、研修があります。こういった形で、職員としてのスキルアップを図ってまいります。続きまして、人事交流の話をさせていただきます。宇市は人事交流にも力を入れている役所になりまして、実績としましては、県内で言いますと、下関市さん、周南市さん、お隣の山陽大橋さんというになります。また、長野県の飯田市に職員派遣したこともございます。今年度、平成27年度につきましては、下関市に1人男性職員派遣しておりますし、周南市さんから1人女性職員がうちに派遣されております。人事交流の他にも派遣研修というものもございます。それは、非常に数が多いので、主だったものを説明させていただきます。まずは、年単位で派遣しました早稲田大学大学院、それから、数ヶ月単位で派遣をしました市大学校、そして、数日単位、失礼しました、数週間単位で派遣する市町村アカデミー、それから、こちらは県内ですけれども、数日単位で派遣しますキンナーパークでの研修などがございます。はい、昨年実は宇部市では初めて、職員を国の機関であります総務省の方に派遣しております、男性職員だったんですけれども、今年度もですね、女性職員を総務省の方に派遣しております。1年間、国の料理の制度とかを学んで、宇市また、関連して学べることになっております。また、こういった派遣の他にもですね、東日本大震災に伴います、被災地甲子園ということで、当時から職員派遣を続けておりまして、今までに174人ほど派遣をしております。そのうち、2名につきましては、現在派遣中でありまして、1人は福島県いわき市、そしてもう1人は岩手県の大船渡市、こちら、大体の男性職員ですが、土木職員の職員の確認しております。このように、さまざまな人材育成、研修のプログラムを組んでおりますので、初めて社会人になられる方、不安の余裕があろうかと思いますが、どうぞご安心ください。ぜひですね、福祉の採用試験に応募していただきたく、受験申し込みについて説明をさせていただきます。現在募集を行っておりますのは上級職になります。申し込み方法につきましては、受験申し込み書ですね、持参または郵送、こちらは6月26日まで行っておりますので、お気をつけください。ちなみに持参につきましては、土曜日曜日の期間というふうになっておりますし、郵送につきましては、受付終了日の維新が有効ということで、6月26日までの維新が有効になります。もう一つ、インターネット電子申請と呼ばれている申し込み方法がございまして、こちらは、
申し込み期間が1日ほど早くなっております。6月24日木曜日となっておりますのでご注意ください。こちらの申し込みにつきましては宇部市ホームページから申請が可能となっております。出席期間は、24時間、期間中24時間、申請が可能となっておりますので、お忙しい方もこういった申請も可能となっております。また、電子申請につきましては、使いのパソコンですとか、そういったの機種、もしくは、インターネットの環境によりましては、アクセスができないこともあろうかと思います。その際には、持参、もしくは郵送にて申し込みをいただければと思います。最後になりますけれども、宇部市の仕事は、みんなを笑顔にする仕事だと考えております。採用セミナー、しかし、タイトルになっておりますので、みんなを笑顔にする仕事、さあ一緒に挑戦しましょうということで、ぜひぜひ、先ほどの話にもありましたように、ガッツのある方、そして、やる気のある方、たくさんお待ちしておりますので、どうぞ、ご意見していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。